スワウェアアイアンは、ドイツスワウェア社製のウェブブラウザ。省略して、アイアンとも呼ばれる。長らくは、オープンソースのフリーソフトウェアであった。スワウェアアイアンは、Google Chrome の抱えるプライバシーとセキュリティの問題を取り除くことを目的とし、同ソフトと同様に Chromium を土台にして開発された。Chromium が主要な言語に対応しているため、IAN も標準で日本語を含む主要な言語に対応している。なおユーザーフォーラムは英語、ドイツ語、ロシア語である。現在はオープンソースではないが無償で使用できる。違いは以下の通り。これ以外の機能は Google Chrome とほぼ同じである。バージョン37以降、既存の32ビット版に加えて64ビット版も追加された。マイクロソフトはヨーロッパにて競争法違反で訴えられていたが、これに関連して2010年、欧州経済領域の Windows ユーザーに対して選択肢として12の Web ブラウザを提示することとした。2010年の8月より、その選択画面であるブラウザーチョイス EU にスワウェアアイアンが含まれていた。ありがとうございます。